広瀬から来るの。ちょっと後でシャネ撮ろう。はい、マスクね。俺わかんないから撮ってあんだよ。こっち持ってくといい。みんなバーって封筒から出してほっぽり投げるから掃除するのが良いじゃねえかね。悪いね、靴下貸してくんね。ほんまや、広瀬から来てる。悪いけど、そこにあるマスクはなんだい、売っちゃうんかい。もったいねえじゃねえ、洗って使わなきゃ。ほんとだ。マスクが2個、ちょっとなんか裏地が青いタイプの。まあ後でちょっとシャメ撮ろう。それをね、靴下貸してくんね。弊社は当社をご利用いただき、ご愛嬌のほど心よりお礼申し上げます。新型コロナウイルスの感染拡大に対し、当社では従業員およびその家族などの健康と安全に最新の注意を払い、お客様の取引にご不便をおかけすることのないよう業務の継続を図っております。この度の新型コロナウイルス感染症に、なんて読むんだろうこれ、なんとかされた方には慎んでお見合い、慎んで、違う、ちょっとわかんないな。お見合い申し上げますとともに、一日も早いご回復を心より切念、ね、念願し、お亡くなりになれた並びにご家族の皆様には深く、難しい字ばっか使うな、習得わかんないの意味を表しま します。また最前線で治療に当たられている医療機関の皆様方、社会生活を維持する上で必要な施設にて業務を当たられている皆様方のご精力に心より感謝申し上げます。また緊急事態宣言が発令され、不自由な状況の中でのご不安、ご心労も多々あるかと存じます。当社ではようやくマスクの入手ができましたので、心ばかりですがお客様にお届けいたします。少しでもお役に立てれば幸いでございます。一日も早い収束を願うとともに、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げますと。あの、こういうのも来てる、ほらマスクこれ、ほらほら、これ読んでるよ、これは何、これマスクももらったんだよ。誰それ、名前書いてねえよ。リスナー、うん、リスナーからマスクが届いたの。早く見てよ。なんだよそれ、読めよ、見ようじゃねえから、読めっつうんだよ。いや、もうリスナーからマスクもらっても正直な。だってこれ口、ほら開いてねえで。だってどこの誰だか分かんない人からいきなり送られてきてもなんかね。ほら、ちゃんと、でも封切ってねえからいいんじゃない、黒いやつよ。ああ、じゃあ吉田さん使えば。俺マスクしねえから外に出ねえから。これ見て。読んでよ。いや、なんか、ケース、正直さ、読んでよ。いや、まあ、気持ちはあれかもしれないけど、どこの誰だか分かんない人から送られたら、ちょっと、やっぱちょっと不気味なとこあるからね、正直。うん。読んでみ、で吉田さんが読みないとよ。ここでかい、うん、はい、じゃあ読むか、これだけね。よいしょっと、あいて、うこっちやれよね。じゃあ読みますね。はい、私は M、 愛すべき人で、あれこれじゃない、一番こっち、はい、関様へ。いつも動画を見ております。変なリスナーが多いですね。マスク3枚入っております。関様にあげます。嫌がらせがひどいですね。マスクは手洗いできますので、マスクは手で洗って使ってください。私は関さんの味方です。いろいろ大変だと思いますが頑張ってください。私は元なんてあるの、TikToker でしたって、そういう名で出てたんかね。 TikTok っていうところで動画配信をしてる人、うん、だから YouTube やってる人のことを YouTuber っていうような感じの人。ああそうか、
私は関さんの味方です。変なリスナーは相手にしない方が良いですよ。私は M 愛すべき人がいてってね。浜崎あゆみのあれだけどね曲のやつ。私は M 愛すべき人がいての名前で関さんの動画に書き込みしているものです。お、 YouTube の動画なのかな。私は女性です。関さんの力になりたいです。マスク3枚は今新型コロナ感染がひどいため関さん慎吾君にはあげます。使ってください。失礼いたしますね。どうでもいいけどこいつ字めちゃめちゃ下手じゃないこれ、うん、ちょっとね慎吾さんより上手じゃないんだよ。字がめちゃめちゃ下手だこれ。しかもさ、ここで関って関様って書いてあるのに、うん、ここで関様って漢字書いてあるのになんでこの下のところで関かっこ、うん、関ってあのひらがなでこう、うん、ちょっとね振り仮名的な、うん、これがねこことここがをね別に普通にこんな振り仮名やんなくても通じるし、しかもどっちかっていうと先にこれやるべきでしょこれ振り仮名、うん、もし振り仮名入れるんだったら先にやって後入れないみたいな。なんでここで使っててこれ後でここ振り仮名入れてんのみたいな。別にあと別に振り仮名そもそも入れなくても通じるし、いいんじゃないの。でもさ、これでこないだも来たんだよ愛すべき、とんでもないアホやろこの人。だからこないだもね M 愛すべき人がいてっつんでね、こういうあれできたんよ。パックっていう、なんとニューパックっつんかい、これこういうの違う、動かさないでパックが来たの。とんでもないアホやろこれ。消毒とマスクが入ってるって、ね、書いてあったの。ニューパックで来て、でもね私何だか怖いから、いやいや これが届いた、返したけど、返しちゃったけど、早く早く、あやべこれ住所載ってたら、なんか住所載ってないよこのマスク、だから開いてないよほら。これとんでもないアホやろマジで文章でわかるよあのなんか文章と、あとなんかところどころたまになんかこうひらがな使ってるし、そこ漢字にしろよみたいなところ。だからまだ小さいんじゃないの？俺もそう思ったけど、字がちょっと、ね。あとあの振り仮名の付け方がアホすぎる、なんか使い方っていうか。でもアホすぎてもさ、漢字が書けてあるから偉いなと思って。私が思いつかない漢字もあるからさ、読めるのは読めるけど漢字って書くの難しいんだよね。いやでも今の時代ね、だから人にこうなんかさ、あんま手紙をねこう送るなんて機会なくなってきたんですよ。こうなんかメールとか LINE とかがあるからね。だから確かに書けなくなって漢字をねこう読めはするけど書けないっていうのはわかるけど、別に人にさなんか送るときにさ、こう漢字使いたいなって、なんか漢字使わないとちょっとアホっぽく見れるじゃん。文章もなんかあんま綺麗じゃないから、そういう時にもうネットでねあの検索すればいくらでも出てくるから、漢字なんかそれ見て書けばいいだけじゃないですか。そうだけどちょっと消しちゃったんかさ、ほら。だってそもそもだって俺の配信見れてるってことは、ね、ネットだって、ネット環境だってあるし、まあ、最低限のネットはね、あの別にね操作して見ることできるわけですから、ね、別にねそんなね漢字とかはね全然ね使えるはずなんですよ、検索すれば、うん、だからねとんでもないアホやで。だからそもそもこのなんか振り仮名の使い方見てもわかるもん、もうそもそも、うん、アホっていうもんじゃねえけどさでもアンチが多いですね。なんかこういうことはエラー書かない方がいいと思うね、うん、こういう文章は。なんかこっちもこうちょっとアンチかなと思っちゃう。だからこの感じはアンチではないんじゃない、わかんないけど。なんとなくね、うん、味方ですって言ってくれる。でこの間もね、いやいやまあまあこの人がそのなんていうのかな、まあ本当にねこういう応援のつもりで送ってきてくれたんだらすごい嬉しいなとは思いますけど、まあ、正直ね、あの送られた方としてはどこの誰だか分かんないやつからいきなりさ送られてきても正直不気味な部分もあるからほんであのね、この間もあったのよ、こういうニューパックっていうんかい、こういう、うん、こういうに、いやまあまあ気持ちは嬉しいですけどね、本当になんかこう応援っていう気持ちを送ってくれたんだったら、ニューパックっていうんで来たの、うん、ほんでこれ字が同じなんよ、あ、うん、あの私は愛すべき人がいてって書いてあるんよ。でこれと比べたんよ、だから字の提出が全然違うんよ。これ同じ人じゃないなと思って、向こうは上手な字なんよ結構。だけどね、消毒液が